はいそれではべき乗と指数関数の説明をしますまずはべき乗の方からいきましょう同じ画像を何度も書けたかったとします例えば a かける a かける a かけると何度も何度も全部で N 回書けたかったとしましょうこの時こうやって何度も A を書くの面倒くさいですだからこれを簡単に書くために A の N 乗という書き方をしますそしてこの 型に載っているこの今 n と書いたこの数字この文字は指数と呼びますそしてここの何度もかけた a というのは t と呼びますそしてこのように a を何度もかけてできた数をべき乗 a のべき乗というふうに呼びますさてこの n は a をかけた回数です。回数だっていうことは例えばマイナス3回かけたとかいうと訳がわからんことになりますので正の自然数であるということになりますつまりべき乗のこのスタート地点の定義においては指数は0よりも大きな自然数であるということになりますさてこのべき乗を少し拡張しましょうどのように拡張するかっていうと正の自然数である n に対して a のの -n 乗というものを定義しますこれはどのように定義するかっていうとまず a の1乗これ逆数ですねこいつを計算してこれを n 乗したものつまり n 回かけたものこのように定義します。書き換えるとイコール a のの n 乗分の1とということになりますさてこのべき乗の定義に基づいてべき乗についての公式をいくつか説明していきます。例えば このカッコの x の n 乗の m 乗となんかこんな複雑な形パッと表示されても定義に基づいて計算すればすぐどう計算したらいいか分かりますカッコの中これ x を n 回かけてるんだから x かける x かけるまずこのカッコの中にこう x が n 個あるとこれを m 個かければいいんですねまた x×x×n あるとでこれがずっと続いてここにも n 個この n 個の塊がいくつあるかっていうと、うん、全部で、うん、m 個あるわけですねじゃあこれ x 結局何回かけたのっていうと、うん、1個の括弧の中に n 個その塊が m 個あるんだから n ×ける M 個というふうに計算したらいいって分かりますはい次 x の n 乗をかける x の m 乗をかけます。計算しましょうこれも同じように落ち着いて考えたらすぐ答えが分かりますまず x の n 乗っていうのは x が n 個を最初に並んでいるとそしてさらに続けて x を m 回かけると さあ全部で何個 x あるのを言うたらもうこれ小学生の問題になりますので n+m プラス、M、かあるよというふうに計算すればいいです。もしかするとこれから時々例えば2の3乗の括弧の2乗とこれ計算しなさいって言われた時に今しゃべったこと,のことを公式やと思っているともしかすると2の3乗足す2乗だったかな2の3乗かける2乗だったかな。 とそういうと時は落ち着いて定義に基づいてよく考えてください。さあ次、x の0乗これがいくつになるか考えましょう。新しい知識何にもいりません。これ覚えてたからとかいうことももう何か考えないようにしましょう。今までの知識に基づくとですね、この型に0乗くるということが今までなかったんで、この今までの知識に落とし込むように、 なんか作り込めばいいわけです。どんなふうに作るかっていうといろんな作り方あるけども例えばこれは x の1乗 ×x のス1乗とこう書いてもいいですねすぐ上の2番目の公式に従えば型にあるところこの1乗と −1 乗を足せば x の0乗となるとつまり x の0乗は今書いた x の1乗× x ス1乗と等しくならないといけない。 これは結局 x×x 分の1のことになりますからあ1だと。はいさらに常数について新しい定義をしていきます。ここでは n 分の1乗っていうのをどのように定義するか考えましょう。例えば今4の2分の1乗っていうのを定義したいとすると。でどのように定義するかっていうと両辺に乗してですね y2 乗というふうに置き直してみるとあそうすると2乗すると4になる数を4の2分の1乗にしたらいいなっていうふうに考えることができますただしこれ2乗したら4になる数で2つあるんですねプラスマイナス2とあるとそこでここではもうどちらか一方の値だけを持って2分の1乗としますでどちら採用するかっていうとこのプラスの方のみ 考えますから今の例だとこうですね4の2分の1乗はプラスの2であるというふうに定義をします一般的な定義を言えば y イコール a の n 分の1乗この値を計算したいときどうするかって言うと y の n 乗イコール a というふうに書いて n 乗すると a になる数をもってして この y の値にしよう、a の n 分の1乗の値にしようというふうことになります。次にちょっと違う例を考えてみましょう。例えば、マイナス4の2分の1乗この値を考えたかったとすると、これはイコールとか置いて、でさっきまでと同じように考えたら2乗したらマイナス4になる値考えればいいよってことになりますけれども、残念ながらこの場合、y は実数じゃなくなっちゃいます。 2乗するとマイナス4になるかつは実数の世界にないですねこのような場合は値はなしというふうに考えます一般的な方で考えるともともと a の n 分の1乗を考えたかったんだけどここでこの a はプラスの時しか計算しないというふうに定義をしますそれから一番初めに話した この4の2分の1乗の時この分乗こ値も本当は2乗したら4になる値はプラスマイナス2と2通りあるんだけどもプラスの値しか採用しませんと言いましたつまり a の値はプラスであってかつ計算して出てくる y の値これについてもプラスであるというふうに定義をします。 はい次は A の N 分の M 乗をどういう風に計算するかを考えましょう。これはもうとても簡単です。つまりこれちょっと書き換えて A の N 分の1乗を M 乗したものだと考えると。そうするとこの中身 A の N 分の1乗はさっきも説明した通りのもの。つまり N 乗すると A になる数なんだと。そういう数になります。それを計算して M 乗を計算すると 求求めたいい値が求まるというわけです、はい、次は y=4 の x 上のグラフを変えてみましょう横軸に x を取って縦軸に y を取ります横軸が x 座標縦軸が y 座標とで原点がありますとで x にいろんな値を代入していってそして y の値がどんな値になるか考えていきます例えば どこかから行きましょうか一番簡単なの x が0の時簡単ですね。x が0の時であれば y は4の0乗になってイコール1であると。つまり x が0の時は1だよと。x がちょっと大きくなって2分の1の時考えましょう。そうすると4の2分の1乗2乗したら4になる数ですね。これプラススマイナス2と2つ 数該当の数ありますけど2分の1乗という時はプラスの2の方だけを採用しますえっと2分の1の時は今計算したように2であると x が1になると x が1になると4の1乗で4ちょっと途中と飛びます マイナスの方も行きましょう。x がマイナス2分の1だったら、そうすると計算するのは4のマイナス2分の1乗だと。つまり、これはマイナスがついているときって大体計算間違いやすいんです。だからまずマイナスがない形にしましょう。つまり、4のマイナス1乗、つまり4分の1と書いて、これを2分の1乗しますよ。これは4の2分の1乗分の 1だから2分の1ということになりますね。だからマイナス2分の1の時の値は2分の1と。はい次 x がマイナス1の時4のマイナス1乗4分の1ですね。はいこんな具合に x がいろんな有利数の値を取るときの値をいっぱい計算していくと。 グラフをここのようにいいていくことができますただしこれだけだと間にいっぱい隙間がありますつまり有利数数ででない実数のところで隙間がありますそこでこのようなこの4の x 乗という関数について有理数で計算した値をさらにこう実数のところまで埋め尽くすことで連続なグラフを得ることができます。 このように指数を2の指数 x を2の実数に拡張した関数これを指数関数と呼びますより一般的には指数関数は y=a の x 乗という形に書きますここで a はプラスでしたねそして y もプラスと定義しますじゃあグラフ書いてみましょう 横軸に X それから縦軸に Y を取ります縦軸が y で横軸が x で原点があるとさっき y=4 の x 上のグラフを書きましたどんなグラフになったかっていうと右上がりのグラフですねうーんだ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 ん大きくなりますよと x が0の時に y イコール A の X 乗さっき4の x 乗を計算した時ねちょうど x が0の時 y は1になりましたただちょっといろいろ考えてみるとすぐ分かるように他の形の形グラフが出てくることもあります。例えば y=a の x 乗なんだけど a が1の時考えてみましょう a が1やったら何乗しても1のままですからグラフ書くともうひたすら1とこんなグラフになります さらに a が1よりちっちゃいとき考えましょう。a が1よりちっちゃいと。1よりちっちゃいとき例えば0.5なんて数を考えます。0.5の0乗は1ですね。だからやっぱり同じ切片を通ります。0.5の2乗、3乗、4乗ってしていくとどんどんちっちゃくなってい,くいきますね。逆に x マイナスの方にして、 0.5のマイナス1乗1 2分の1のマイナス1乗ってすると2と、うん、x が負の方では大きな値になって x が大きくなるとどんどん小さくなるぞということがわかりますこのように a が1なのか1よりちっちゃいのかそれとも1より大きいのかとこの3通りの場合について考えるとちょっとグラフは違った様子になるということがわかります